らいいのか、いいじゃないですかね。リクエディングイベントっていう時に、The room was very comfortable。 頭の中でこう想像しながら The hotel in the hotel。 タロログ。どうも、藤沢です。今ね、朝の9時なんですけどね、これね、僕が前紹介したトイックの対策本のうちの一つ、銀のフレームね、一番難易度の低い本で、これの単語を覚える方法をやろうと思います。なんでこれ外に来てるかっていうと、まあ、僕ね、英語の勉強法マニアって喋ったんですけど、まあ、英語に限らずいろんな勉強法とかね、なんかこう頭の回転が良くなるみたいな、効率を上げるみたいな方法をよく見るんですけど、まあ、特に、ね、まあ、メンタリスト DAIGO さんって YouTube チャンネルのね、 DAIGO さんの YouTube とかでもこうね、学習はね、立ってやるといいとか、歩きながらやる方がいいとか、自然の中がいいとかね、日の光を浴びた方がいいとかね、いろいろあるんですよね。まあ、どっちにしても家の中でこう机で座ってやるっていうのはあんまり効率が良くないっていう、まあ、僕自身も思ってるので、うん、そういうの見てね、思ってるので、今日は結構いつもやってるんですけどね、この公園を歩きながら単語を覚えようと思います。うん、100問ぐらいね、これ1000語載ってるんですけど、1回に 100個やって、覚えて、前日の分もやって復習して覚えてという感じです。なので 100単語を、新しい100単語をやって復習の100単語をやるっていうのが1日のローテーションですね。100単語やるのに大体20分か30分なので、それで 1時間ぐらいって感じですね。まあ、朝30分、夜30分やったりするんですけど、今日はもう声まで来たので1時間ぐらいやってもいいかなという感じで来てます。で、どんな風にやるかっていうと、まあこれですね、今日は300台ですね。100、200、今日4日目なんで300、100、1から100、100から200、300、300台ですね。これ1個目だと、他人と一緒に仕事をする能力、 The A なんとか to work with others で、こっち側に、隠されてるですね、隠されてる分があって、 A ability ということで、 The ability to work with others でも、僕めっちゃ声に出しますからね、めっちゃ声に出すんで、声に出して手も動かす、 The ability to work with the others で、この ability という単語を覚えます。で、この左にね、こう覚えてない部分があったら、こう、ね、チェックをつけるんですよね。写真も載せますね、ピッと写真チェックをつけて、今日はとりあえず300から399までやると。で、明日のね、同じぐらいの時間帯とか、明日中にもう一回やると。その時にこのチェックをつけたのは特に覚える、チェックがついたのをもう一回やった時にちゃんとね、覚えれてない、覚えれたら進化ですからね。これチェックついてないのは、要するに今日僕アビリティを分かって、明日もアビリティ分かっても一緒なんですよね。でも今日アビリティが分からなかった時に、明日アビリティが分かってたら、それはもう進化というか勉強の価値があったということなので、今日分かんない分にはチェックつけます。で、明日やっても分かんない分にはチェックってダブルチェックつきますね。で、ダブルチェックついたやつはまたね、まだ決めてないですけど、1週間後とかにやったらいいじゃないですかね。ダブルチェックついてるってことは、初日分かんなくて翌日も分かんなかったってことなので、結構要注意。でもそれはね、これ銀のフレーズ戦後全体覚えないとね、超基礎の基礎なので、金のフレーズもね、まだいっぱいあるので、これにやるやつはダブルチェックついたやつを重点的に覚えていくということで、やっていく感じとしては、これを左のページ、右のページを赤いシートで隠して、左のページをこう A から始まるやつを見て、アビリティ、うん、次は、情報を集める、こ、C、わかんない、コレクトインフォメーション、コレクトっていうのを集めるっていう意味で、分からないときはこのね、右側のね、説明とかも読んだりします。なんでやってる、どういう感じでいくかっていうと、 The room was very comfortable、 The room was very comfortable、 このやってるときに The room was very comfortable っていうのを、その部屋はとても快適だったっていうのをこうね、頭の中で、あ、その部屋とても快適なんだねって言ってる感じ、 The room was very comfortable。 例えば頭の中で、ゲストルームとかね、ホテルに
行ってホテルのフロントの人と喋ってる時にホテルのこう部屋の感じどうでしたっていう時にそれルームはベリーコンフォートボール頭の中でこう想像しながら言うでアクションとかも交えながらやるって言ったらルームはベリーコンフォートボールってこう言ってねそうやってこう頭の中でコンフォートボールって言葉使ってるんですよ使ってる場面を想像しながらできたら体は何でもいいんですよね実際に言ってる時にそういう動きをするかどうか分かんなくても、まあ、そういう動きをするまあ何でもいいから体を動かすって感じですねって感じでコンフォートブラは分かったけどこの上のねコレクターは分かんなかったからコレクターインフォメーション情報を集める情報を集めてどういう場面で使うだろうなって僕は思いますねいつも、例えばこう何でもいいんですよ I collected information 私は情報を集めたそれでいいや何かの ミーティングかなんかで情報を集めたよって言ってる場面とか頭で想像しながら I collected information I collected information みたいな感じでこう言うっていう感じですねなので歩きながら、これやりながら、The room is very comfortable The room is very comfortable なんか分かってるやつ大体分かってるやつは2回ぐらい1回ってこともあるなでこれ collected information とかは今知ったからそういうのは3回も5回もやったりしますねっていうのをこのねこの公園に遊歩道があるのでやってみようと思いますあビジネスビジネスディールジーオピニオンズジェゲットオピニオンズゲザーゲザーGather opinions. Gather opinions. Gather opinions. I'm unable to attend that meeting. I'm unable to attend the meeting.A bank officer. Play an important role. Role model. Come on.I'm a bit late. Check sales for figure. Check sales figure. I have a question. Regarding.I have a question regarding the event. The price was reasonable. Oh.The price was reasonable. Twice a year. Arriving time. Arrival time. He lives in central London. He lives in central London. The hotel is in a shopping district.
だ。見える。はい、という感じで、銀のフレーズね、今20問分動画流したんですけど、これでね、単語の勉強合ってるか分かんないですけどね、こういう感じだろうと思います。まあ僕としてはこうやってね、散歩して中でこう日当たりながらやるのが一番ハッピーなのでやろうという感じですね。これで単語のね、語彙力増えたらいいなと思うんですけどね、どうなるか分かんないです。うん、という感じで僕はこういう感じで英語のね、単語を覚えてます。こういう公園にいつも来るわけじゃなくて、電車の中とかね、家でやることもあるし、寝る前はもちろんね、自分の部屋だったりするんですけど、こういう感じで単語の勉強やってますんで、ぜひ参考にしてください。ということでね、これからも英語の勉強についてね、トイックチャレンジ発信していきますので、チャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。またねー。はい、じゃあね、入口カンパニーのスタビーとお母さんが来たので、英語も喋れるんじゃないかな。頑張りましょう。頑張りましょう。薄い人間なんで。